ようこそ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで今回なんですけども、成功率アップ車両複製ソロマネーグリッチとなります。今回予算が少ない方は固定コメントの違うお金稼ぎや2人での車両複製を参考にしてください。今回ソロの車両複製なんですけども、無限ロードになりにくい手順が入っているので、それを参考にやってみてください。まず準備なんですけれども、必ず空きのあるオフィスガレージを用意してください。これは空きがない場合、野良車両などを入れてそれを破壊することによって空きになります。もしくは中に入っている車両を売却です。必ず空きのある状態を作っておいてください。そしてオフィス、これはね、オフィスガレージの中にさらにカスタムショップというものが必要となります。これがないと最後ね、セーブをかけることができないので、必ずオフィスガレージとカスタムショップが必要となるということです。また必要なものなんですけれども、このね、地下基地が必要となります。この地下基地はどこでも大丈夫です。安いとこでも高いとこでもどこでもいいです。さらにこの地下基地の中に機動作戦センターが必要なんですけれども、今回厄介なのがお金がかかるという部分なので、なかなか成功しない人はマイナスになる可能性があります。必ずね、2台ぐらいね複製しないと元が取れないぐらいに思ってください。必ず最初の時点で区画に武器乗り物ワークショップという状態にします。これ区画さんがね、個人車両保管庫の場合に区画に武器乗り物ワークショップするために100万ドルぐらいかかるんですね。注意点は、一度バグらせるためにお金がかかるということです。だからもともとね、お金が300万ぐらい余裕ないとちょっとね、やりづらいかなと思います。ギリギリでやるのはあまり良くないと思います。またこの武器乗り物ワークショップで改造できるデラックソなどを1台持っている必要があります。このデラックソは複製の最初のバグらせる手順に使うだけです。また複製する車両というのはアリーナの車両、もしくは5万ドル以下で売られていて超高額なカスタムができるベニーズ車両などのエレジー RH8 をアップグレードしたエレジーレトロカスタムなどを使います。この複製する車両の種類がね、よくわからないっていう場合、高額で売却できる車両の種類がわかんない場合は固定コメントを確認してください。では地下基地を出現位置にして、まずクリエイターに行きます。普段は照準がアシストフルとかになってると思うので、わざと照準を変えてください。オプションの中から照準モード、自由照準、もしくは自由照準アシスト、これで招待限定セッションに移動していきます。で、地下基地に移動したら、まず地下基地の外に出てデラックスを要請してください。このね、デラックスは別に全然カスタムしてなくてノーマルとかでもいいです。また他の戦闘車両でもできたりします。まあ、とりあえずね、地下基地のところで農場地下基地の場合、要請すると高速道路の方、左の方ね、マップでね、東側になるのかな、そっちの方に出ちゃったりするので、そうなった場合は近くのジョブトリガーなどに右十字キーで入ってロビーを退出、もしくは、ジョブトリガー出せない場合は表示オプションからその他、カスタム表示とかね、ジョブを表示とかでしてください。ダメな場合はレースなどを普通にオプションからやって、ロビーで退出すると、近くに出現して、車が出てきます。このデラックスを地下基地の中に入れて、今度はこのままね、区画に武器乗り物ワークショップ、要するにデラックスを改造できる状態のこの機動作センターの中に入れます。続いてコミュニティがもうなくなっていますので、フレンドさんなどを使って照準違いのフレンドさんを探します。まず、例えばね、フレンドさんの ID を入れて、このようにオンラインで GT オンラインやっていてアシストフルのセッションにいれば、まずゲーム参加をします。読み込みが入り警告が出るので、もう一度 PS ボタン素早く2回押して同じ人に参加、注意画面が出たらこの人は×で押して、もう照準が違うということになります。いつまでも警告の場合はその人は同じ照準ということなので、違う人選んでください。で、何度もその人を読み込んで素早く警告が出るようにして×を押してください。続いてなんですけれども、×を1回押してカスタム項目のところですね、機動作戦センターを出るというところにカーソルを合わせて、機動作戦センターを出るを丸押した瞬間に PS ボタン素早く2回押して、照準違いに参加、警告を丸、注意×、右十字キー連打をしてください。ではやります。機動作センター出るを丸、 PS ボタン素早く2回押して照準違いに参加、警告を丸、注意を×、これのタイミングが読み込みが遅くなると、このように
地下基地の中にもう一回出てきてしまいます。こうなったらやり直す必要があります。ここでもう一度機動作戦センターの中に入り、カスタム項目を出してください。でここの状態でもう一度ねフレンドさんに読み込みをしてください。 PS ボタン素早く2回押して参加で読み込み入り×読み込みが素早くなるようにしておき、カスタム項目を今度は地下基地のところね、機動作センターを出るっていうところ、一番上のところですね、必ず一番上の機動作センター出るを押した瞬間に PS ボタン素早く2回押して照準違いさんが警告丸注意×の右十字キー連打します。これでカスタム項目が出れば OK です。機動作戦センターを出ずにカスタムメニューが出たら、今度は地下基地を出るというのを押してください。これをすることによってバグった状態で機動作センター、さらに地下基地から脱出することになります。今ねこれで外に出たことによって機動作センターの中身がバグった状態になってます。これでね複製ができるという状態です。ここからデラックスや戦闘車両でこのまま市街地へ向かってください。自分のねオフィスの近くの方に向かっていくんですけれども、この時ですね地下基地とか機動作センターの付近ではオプションが押せなくなっていれば成功、離れると押せるようになります。でさらに予備でフレンドさんがセッションにね待機してくれる場合は、この後の伏線の時にもしも無限ロードになった時に回避が可能となります。今回のね新しい手順を入れることによって無限ロードがなりにくくなっていると思いますので、まあもしもねフレンドさんがまあセッションにいてもいいよとか、機動作センターちょっと押してもいいよとか、動かしてもいいよっていう人がいればより安全かなと。まあ今回お金がかかりますんでね。で市街地に行ったら機動作センターを要請、さらに今度はね区画をね2を今度は空きの状態、空の状態にしてください。さらに区画3を個人車両保管庫にする必要があります。これしないとね犠牲車両の中に入れることができなくて複製ができません。これでね最初の95万ドルぐらい、さらにここで20万ドルぐらいということで115万ドルぐらいかかるということで、一度バグらせるためにこんだけお金がかかります。なので1シレトロカスタムとかを複製しないとほぼね元が取りづらくなります。レジレトロカスタムの場合は必ず2台とか複製しないと元が取れないと思います。で機動作戦センターを要請したら、今度はデラックスはもういらなくなりましたので三角で降りてそのまま置き去りにします。で機動作センターに乗り込みます。この時注意点は後ろの青いサークル、機動作センターの後ろの青いサークルの中に一人で入らないようにしてください。でこの後ですね機動作戦センターが区画3個人車両保管庫になっているので、犠牲車両のエレジー RH8 をこの機動作戦センターの中に購入してください。届くまでにだいたい2分ぐらいかかります。まあ準備してるとだいたい2分ぐらいは経過すると思います。続いて病院の方に向かってください。病院のところに行ったら、これから機動作戦センターを特定の位置に置き、この場所でねこのようにバグらせるよっていう注意点がいくつもねありますので、その黄色いねテロップをよく確認してください。まず機動作センターをこの、病院の向かい側にあるこのアーチがついてるねこのところですね、ここに停車させるんですけど、右の壁にねちょっとこすりつけるような感じでぶつけます。入っていきます。で中の奥まで入ることができて、機動作戦センターのトレーラーが後ろのね荷台の部分が空調ダクトに当たるような位置、この映像と同じ位置にしてください。続いてなんですけれども、複製したい車両、例えば1シレトロカスタムとかエレジレトロカスタムとかを要請してください。今回カスタムナンバープレートは必要じゃありません。続いてこの複製したい車両なんですけれども、1シレトロの場合ねちょっとね短い感じなんで、ちょうどこの映像と同じになると思います。でエレジレトロカスタムの場合はこの映像よりもちょっと後ろに停車させるようになると思うので、それを参考にしてください。まず複製したい車両を左の運転席のドアをね破壊します。例えば三角で降りた瞬間アクセルとかねバックボタンを押すとドアが開きっぱなしで動けたりするんですけど、ちょっとやりづらいなと思ったら個人車両のドアのフロントの左っていうのを押して、開けた状態でこのようにね障害物にぶつけて左のドアを破壊してください。これで車両に素早く乗り込めるようになります。続いてこの位置に停車です。後ろの後輪がちょうどこの線のところに来るような感じで停車させます。でさらにですね無限ロードを、なりにくくするためですね、今度は CO の車両もしくは野良車両を使って機動作戦センターの左側を押さえるように停車させていきます。例えば CO の車両でこういった SUV とかね、持っている人、もしくは他のね、PJ だったかな、そういった車両でもいいと思うんですけど、それを使って
機動作戦センターのちょうどこの位置ですね、左側を押さえる感じになります。今回この機動作戦センターが一定時間バグって暴れて、その間に車両複製をさせて、その機動作センターの後ろのトレーラーが、どっか違う場所に移動されると成功するという仕組みです。続いて複製する車両をエンジンをリモートのねコントロールで、エンジンかけてください。そうすることによって素早く右十字キーが効くようになります。でこのように CO の車両とかで押さえている状態で機動作戦センターに乗り込み、エンジンがかかったら右十字キーを長押し、ガシャンと鳴った瞬間三角で降りて素早く走っていき、複製したい車両にまず乗り込んでください。乗り込んだ瞬間ですね、丸を長押ししたまま右十字キーを数回連打しておいてください。丸を長押ししたまま右十字キーを数回連打で、このように真っ暗画面になったら、ここでだいたい1分以内ぐらいでね、ロードが終わり外に吐き出されてナンバープレートが変われば複製が成功となります。ずーっと無限ロードの場合は予備でセッションにねフレンドさんいてもらった場合なんですけれども、後ろのトレーラーをアトマイザーとかで動かしてもらうことによって、この無限ロードをやり直すことができます。待機してナンバープレートがこのように変われば成功です。成功したら今度はセーブをかけていきます。必ず空きのあるオフィスガレージに入れてください。空きのあるオフィスガレージ分かんなくなっちゃった場合は、整備士でオフィスのねガレージのところをね呼んでみて、20台ないところに突っ込んでください。で中に突っ込み、今度は確実なセーブをさせるため、まだこの時点ではセーブかかってませんので、中身が LHRH8、 見た目が一子レトロカスタムなので、もう一度乗り込み右十字キーを押して、カスタムショップでナンバープレート1箇所変更です。これは、ロスサントスカスタムとかでは代用できません。アリーナでも代用はできません。必ずオフィスガレージです。続いて複製が1台終わったら、今度は次の犠牲車両 LGRH8 を機動作戦センターに購入。そしてここから連続複製の繰り返しとなります。最初のバグらせる手順とかはいらなくて、この機動作戦センターでやる手順をこの病院の前で繰り返すだけです。現場に行くとこのように機動作戦センターが、違う位置に動いてますので、これをもう一度セットし直していきます。確実にね右のね、ところをね、するような感じで停車させるといいかなと。続いて、空調ダクトのところですね、ここに機動作センターのトレーラーとかぶつかるような感じ、さらに CO の車両とか野良車両で機動作戦センターの左側を押さえるようにすると、より無限ロードになりにくいかなと思います。かなりねこれを撮影している時もこれをやることによって無限ロードなかったので、まあ、やりやすくなったんじゃないかなと思います。続いてこの位置に停車させてエンジンをリモートでかける。機動作戦センターの運転席に乗り込み、後ろに野良車両とかいないかどうか確認してください。このように野良車両がいて邪魔な場合は、右十字キー効かなくなっちゃうので追っ払ってください。例えば破壊とかではなく、ちょっと狙ったりするとこのように逃げます。で後ろに障害物いない状態で右十字キー長押し、カシャンとなったら三角で素早く降りて複製したい車両に乗り込み、丸長押ししたまま右十字キーを数回連打しておきます。このように真っ暗画面になり、無限ロードにならず外に吐き出されてナンバープレートが変われば成功となります。まあ長くてね1分半とかぐらいだとは思うんですね。5分とかなってる場合は無限ロードなので、完全1人の場合はもうね、Spotify とかをして、ストーリーに行き、もう一度ね最初からやり直しという必要があります。まあセッション内にフレンドさんがいる場合は機動作センターの後ろをねちょっと動かしてもらうと、やり直すことがその場でできます。でこのナンバープレート変わった車両を空きのあるオフィスガレージに入れて、でカスタムショップに入り、ナンバープレートなど1箇所変更してセーブをかけていきます。セーブをかけたらカスタムショップを出て、今度は次の複製の犠牲車両となるエレジー RH8 を機動作戦センターの中に購入する。そしてここから繰り返すんですよというところに戻り、何度も繰り返すことで、車両複製がソロでできます。で今回の車両複製をやった時にですね、売却は1日3台程度、それぞれ1時間半の間隔を空けて売却するようにして、売却制限に達しましたという文字を出さないようにしてください。これを何度も出すと1日にね1台30時間に1台しか売れないようなアカウントになってしまうので注意してください。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。Hold up.
smoke weed every day.